題いきましょう。熊本県公立高校入試問題、平成25年度数学試作1番いきます。まず18÷3なので6ですよね。小数点の位置気をつけてください。終了です。足し算と掛け算なので掛け算からいきます。-2×7 は -14、 5-14 なので -9 ですね。終了です。次、通分しましょう。通分分かりやすいですね。8ですよね。なので8に揃えます。まず2倍するので 2×x-6、 丁寧にいきましょう。それからここ注意してください。-(x-9)と書いてください。ここ注意してですね、皆さん多くの人は間違えるので、あとは括弧を外すだけです。 2x-12-x+9 ですね。8分の忘れずに 2x-x なので x-12+9 なので -3 です。あとは8分の5を残して終了です。次、この部分7分の 9a 2乗に注意してください。ここはまず頭の中で 9a の2乗割る7と書いてもらうと実は分かりやすい。これパターンですよね。分数にしましょう。まず 9a の2乗は上で OK、 割り算なので7は下です。注意してください。それからここも割り算なので 6ab は下です。上に書きましょう。 -14b。 あとは約分していきます。まず A が消えますね。 A は下に1個しかないので A は残ります。 B は1個1個ずつので消えます。7と14で -2、 2と6で3、3と9で3です。マイナス残っていることに注意してくださいね。-3a で終了です。次、ここ2乗を普通に計算していきましょうか。 x の2乗プラスの 10x プラスの25、ここの後ろ、ちゃんとマイナスなのでね、カッコで残しておきましょう。プラスとマイナスですね。同じ数字のプラスマイナスなので2乗引く2乗です。 x2乗-9 ですね。あとはカッコを外しましょう。 x2乗+10x+25-x2乗+9 です。 x の2乗は消えちゃいますね。9と25で34、つまり 10x+34 でフィニッシュです。次、ここも普通に分配法則使ってしまいましょう。ルート2かけるルート2は2、ルート2かけるルート5でルート10プラスのルート40ですね。ルート40は怪しいですね。2×2×10 なのでここ2ルート10になります。2ルート10、丁寧にいきましょうね。計算ミスを減らすためには丁寧にすることが肝心です。あとは -1+1 なので残ってしまいます。 2+√10 でフィニッシュです。こんな感じですね。計算ミス、例えばここですね、珍しく分数でできたので注意してください。あとはここに括弧を、残すことですね。はい、どうでしたでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。平成18年度から平成25年度までやってきました。結構ハイスピードで喋ったので、もっとゆっくり喋らんかいと思った人もいたかもしれませんが、大丈夫です。このスピード、大丈夫というか、このスピードでやらないとダメですよ。計算問題特に。この後、試作2番から試作6番まで続いていきますが、この後に時間をかけないといけないので、計算問題は瞬殺か秒殺です。それ以上かけてはいけません。それから絶対に点数も落としてはいけないので、正確にスピードをつけてやってください。それから、動画を見てくださった方は分かると思いますが、もう毎回同じことばっかでしょ。やること決まってるんですよ。なので数学の問題しっかりね、年度を渡ってみてください。同じ問題ばっかり出ています。要は身につけないといけない知識が限られているので、その知識さえしっかり身につければ確実に解けるようになります。他の問題も一緒です。四角2番から四角6番もパターン化されています。しっかり練習すれば数学で点数を落とすことはまずありません。頑張ってください。